皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。この番組も1年、続いてきましたけれども、本当にたくさんのアーティストに、出演いただいてありがとうございます。そして今日も、素敵なゲストをお招きしています。ゴスペルシンガーの、アンナさんです。どうぞ最後まで、ごゆっくり楽しみください。それでは1曲目の、曲からどうぞお聴きください。はい、ということで、今日のゲストはゴスペルシンガーのアンナさんです。こんにちは。こんにちは。どうも。はじめまして、はい、本当に、素敵な、歌声で ありがとうございます、はい。1曲目スティルをお届けしましたけれども、はいはい、この曲は何か思い出とかありますか？この曲はそうですね、教会の皆さんもすごい好きで、私自身も励まされる曲だなっていうところで、何より私の両親がすごいこの曲を好きで、なるほど、はい、今回歌いました。はい、あのアナさんの両親、まあ、私と僕と一緒で、ね、牧師の、はい、あ、そうです、はいはい、牧師家庭ということで、父も牧師です、はいはい、大切ですね、お父さんとお母さんの好きな曲をまずね、そうですね、はい、ぜひ歌って喜んでくれたらなと、よく、はい、あのアンナさんは、どういうふうにこの歌をこう始めるきっかけになったんですか？
小さい、もうすごい小さい頃から、うん、幼稚園の頃とかも勝手にギター、おもちゃのギターとか背負って、近所のおばあさんたちを家に招いて一人でショーをするって。そうです、初めてのチューって言ったら知ってます、うんうんうん、初めての、はいはいはい、あれを歌っておばあちゃんたちが可愛くてしょうがないじゃない、ちっちゃい子がそうやるんで、うんうんうん、で小銭もらってたっていう、でそっからずっと歌ってて幼稚園から、そうです、ずっと歌って、しかもお金をもらって、あのおばあちゃんたちが心優しくてっていうところから始まって、うん、気づいたら、まあ、苦しい時とか歌を歌うことが多くて、うん、あの外に出て一人で、うんうん、変な人なんですけど、それでそうですね、気づいたら歌に触れてたい、うん、そう生きて、うん、生きたいっていう風に思ってたっていう感じですね、はい。なんかちょっと前まではクラブなんかで歌ってたっていう風に。あ、そうです、某クラブで、はい、皆さん知ってると思うんですけど、はい、クラブで歌わせていただいてて、ただちょっと、まあ、やっぱり賛美とはもちろん全く違う世界で、うんうん、汚い世界があったり、まあ、中にはとてもみんないい人だったりとか、うんうん、得られるものっていうのはもちろんあるんですけど、私にはいるべき世界じゃないかなっていうふうにちょっと思って、うん、少し方向転換をして主に賛美を捧げることで、これぐらいクラブの人たちみたいにこうなんていうんですか、盛り上がれるような、そんな環境づくりをできないかなって、ちょっと考えがそこから少しずつ変わり始めて、まあ、今に至るっていう感じなんですけど、うん、はい、やっぱクラブっていうのは僕はいたことないけど、はい、盛り上がってるんですか。もうすごいですね、やっぱ、うん、まあ、みんな盛り上がる、そうですね、盛り上がってますね、結構、うん、踊ったりとか、踊りもしますし、うん、こう歌って、例えば結構ボーイッシュなんで、はい、男性のファンより女性のファンの方が多かったんですよ、うん、例えばこう歌う時にこうやったら4人ぐらいが続けてハンハンみたいな、パフォーマンスをお客さんがしてくれたりとか、結構みんなノリがいいというか仲良くできるような環境だったんで、まあ、こういう一般の人たちをクラブっていう場所じゃなくて、そのクラブじゃない場所でその賛美というか神様を貸し、うんうん、こう感じるような環境に置いといて歌を歌えないかなって思って、ちょっと自分の考えがそこから変わってきたんですよね、はい、なんかその時にオリジナルの曲を、ね、1曲だけ、うん、最初で最後なんですけど、ちょっとどんな感じなんですか。そうですね、一瞬だけでいいですか、うんうん、目の前そびえる壁壊すのは誰なんてずっと思ってただけっていう感じの、ま、壁についてトータルすると歌った曲なんですけど、これをクラブで歌ってみんな悩んで、壁があるんだったら、まあ、遠回しですけど教会行こうみたいな感じの歌に仕上げたくて作ったんですけど、自分で作ったと。そうですね、すごいかっこいいですよね。いや、すごい、これ作るとき祈ったんですよ、うん、したらブワーって音符も全然わかんないんですね、うん、だからもう耳だけで降ってきたのを全部その場の携帯に録音して音にしてもらってっていう風にやったんで、本当神様が与えてくれた曲なんじゃないかなって本当に思えた一曲ですね、うんうんうん、はい、なるほど、はい、いや、そこから一転してね、はい、教会の賛美を歌うっていう、やっぱり普通の曲と、はい、あと、まあ、場所もそうですけど全然違いますか、その、ま、クラブとかっていうことですか、うん、全く違いますね、やっぱり。どこが一番なんか違うなって感じますか。やっぱ心が自分も満たされてるし、うんうん、そこにいる皆さんもこうなんか優しい表情をしてるっていうか、うんうん、なんかみんな結構忘れたかったりとか、そのいろんな思いを持ってきてるんで、クラブとかってやっぱなんかあんまいい表情してないんですよね、みんなあんまり楽しそうだけれども、うん、なんか私から見ればあまり、うん、なんだろう、ちょっと笑顔が違うっていうのがあって、うんうん、でも
そういった方々とよく個人的にわざと話すことがあったりとかして、いろいろやっぱ持ってる方とかいろんな、まあ、理由があって今日ここに来ちゃったっていうような話をしている中で導けるんじゃないかなというか、そういった中で実際にうちの友達とかでもそういったところから入って教会に来てくれて、で来てくれたらやっぱり何もわからないんですよ、神様のこともわからないし、もちろん聖書のことなんか一つも、アダムとイブぐらいの単語しか知らないんですけど、泣くんですよね。すごい、私は全然泣かないのに、隣で泣き出してワンワン泣いたりとかする人もいたんで、やっぱりみんな求める心は一緒なんだなって思ったら、まあ、これから歌で少しずつそういう人たちが素直になれるように、賛美とともにそういう神様に通じた曲を作っていきたいなって思ってます。はい、わかりました、はい、じゃあ続いて、はい、そうですね、2曲目そして3曲目と、はい、歌っていただくんですけど、2曲目は2曲目は、シエス神の愛です、 ですね、じゃあ、お願いします。はい、お願いします。
ありがとうございます、聞いてくださり。次に歌う曲は、ワンボイスという曲で、私がすごく好きで、よく辛いことや、まあ、嬉しいことがあった時にもこの歌をよく頭の中で歌ったり、実際、まあ、お家で歌ったりするんですけれども、皆さんきっとこの曲知ってると思うんですが、本当に主に向けて賛美する時に皆が一つになって声を一つにして主を賛美する、素晴らしいことだなって本当にいつも思いながら賛美を捧げてるんですけれども、皆さんも一緒に歌う気持ちで聴いていただければと思います。ワンボイス。
ありがとうございます。ありがとうございます。本当にパワフルな、賛美、ありがとうございます。なんかこうゴスペルそうですね、と言っていいですかね、うん、ね、なんかこうコスペルもとかなんか、はい、ジャンルとしてもそうですね、うん、好きですね、似合いそうかなっていうかなんか影響を受けたそういうアーティストとか音楽ジャンルってあるんですか？一番最初はローリンヒル、やっぱり本当にすごいあれ衝撃受けて、うんうん、天使にラブソングを、うんうん、2の方あったじゃないですか、うんうん、あれ見て1話のスズメを聞いたときにもうすごい鳥肌で、人間こんな声出るのかって思って、あれローリンヒルがすごい最初好きで、その後全く関係ないんですけど、アギレ、クリスティーン・アギレラっていう人の声がすごい好きで、この2人はすごい影響というか音楽感をこう刺激してくれましたね、私は、はい、ね、はい、ローリンヒルはね、クリスチャンでね、そうですね、ね、すごくこう嬉しいですよね。そうですね、うん、そう、1話のスズメに、はい、なんか歌ったら知らなかった、歌ってほしいなと思ってちょっと勉強します、はい、で、なんか、ダンスもやってるって、ダンスは、やってたのかな、精密にはやってたですね、うんうん、どんなジャンルのダンスですか？ジャンル、そうですね、ヒップホップだったり、うん、高校生とか過ぎてからはストリートでこう、いろんな仲間とやってて、その時はポッピングっていう筋肉を弾くような、くるくる回るやつですか？あ、それブレイキングですねブレイクでこう筋肉弾くようなのとか、うんうん、私はなんか独学が強い要素があるので、基本のジャズはちょっと知り合いの先生に、教会の知り合いのダンスの先生に教えていただいたんですけれども、うん、まあジャズが似合わない似合わないっていう、あの綺麗な動きが似合わなくて、うん、まあこうパワフルな、あのガツガツしたダンスの方が似合うんじゃないかなっていう話で、うんうんうん、個人的に踊りたくて独学して、そしたらストリートの人たちとたまたま、あの住んでるのが西船橋なんですけど、はいはい、西船橋で出会って、まあじゃあ一緒にやろうよって言ってくれましてそこでまあいろいろお互いに教え合ったりとかしながら、今も時々会いますね、全然今もやってる人もいますし、はい、そう、たまにここの地元でも、たまにというか頭もいます、ね、そう、夜、踊ってるんですよそう、結構楽しそうにあちこちで踊ってます、ね、うん、やっぱダンスが今、流行ってんですね。そうですね、うん、かなりあの必修科目にもなってますし、ね、そう、びっくりしました。逆に踊れないといけないのかな、もう時代はっていう僕らの時代はちょっとそういう世代じゃなかったんですけど、確かに今の子みんな踊れちゃうんですかね。どうですかね、怖いですねじゃあやっぱり目指すはもう歌って踊れるシンガー。そうですね、踊れたらいいなと思います。歌って踊れたら、ただ結構見た目によらずこう静かな曲が好きなので、あ、本当に、はい、そっちも歌いたいなって、いろんな部分で強みを持てたらなって今思います。なるほど、はい、なんかこう目指すそういうコスペルシンガーってやっぱりローリンヒルみたいな。そうですね、そのローリンヒルみたいに歌いたいというよりかは、うん、ああいう信念を持ったりとか、うん、何か自分のブレないもの、ローリンヒルとかも今すごい独特と言いますか、うん、あの表にそんな出ないで弾き語りで小さいライブハウスでファンの人集めて、うん、自分の好きなようになんか音楽を楽しんでるので、うんうん、音楽をきちんと楽しむっていうことを続けれるような人になりたいなと思う。そういう考え方がすごい好きで、うんうんうん、そういうところは本当学んで自分の歌いたい歌を、うん、まあこれからも突き進んで歌っていけたらなっていうふうに思ってます、はい。まあ、最後の質問になるんですけど、はい、アナさんにとって、はい、賛美っていうと一言で言うと何でしょう？賛美ですか、はい、わかりました。そうですね、賛美、私にとっては神様との唯一の対話ですね、うん、はい、祈ることとかクリスチャンホームの私でもすごい難しい時があって、うんうん、ただ私が本当苦しい時とか、震災が2年前3月11日にあった時もちょうど会社にいて辛かったんですけど、
賛美が私を救ってくれたので、うん、神様助けてくださいって、うん、いうのを歌に例えて私はできたので対話かなって思ってます。なるほど、はい、じゃあこれからの目標っていうのはやっぱり、そうですね、歌で神様を広めてく、イエス様を伝えてくっていうことが一つのビジョンです。で、若者たちをたくさんこうもっと伝道できるように、うん、互いに自分たちのやり方でできるように、まあ、いろんな人と出会いたいですね。音楽目指してる方もダンスやってる方もぜひこの番組を通してもね、はい、そうですね、お願いします。本当いろんな人お願いします。はい、出会いを、はいね、お願いします。そうですね、からそう思ってます。これからの活躍を本当楽しみに、しています。はい、本当に今日はありがとうございました。 ありがとうございました。番組を、見てくださっている皆さんいつもありがとうございます。この番組では本当に皆さんからですね、最近はいろんなお便りが届くようになりまして、本当にその賛美を通して、そして、まあ、トークを通して、本当に、まあ、表だけのですね、歌ではなくてその、語りを通してその人の、賛美の姿勢とかをこう参考になってますっていう風に、お便りいただきました。本当にありがとうございます。ぜひ皆さんからの、お便りお待ちしてますので、 CGN テレビのホームページを、ご覧ください。そしてまたより良い番組をこれからも、続けていきますので、どうぞこれからも、応援ください。それではまた次週我が魂の賛美でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。